市江川町です。子猫はこちらのゴミ置き場にゴミと一緒に袋に入れられ捨てられていました。生後間もない4匹の子猫はおととい13日日曜日の朝8時半ごろ、長崎市江川町のゴミステーションの可燃物置き場に汚れた毛布や段ボール、スーパーやドラッグストアのレシートなどと一緒に捨てられていました。付近住民が発見し、市内の動物救援団体に連絡。団体が警察に通報し、警察が袋を開けて確認し、団体に引き渡しました。発見した住民によると、前の日12日の朝から外で子猫の鳴き声が聞こえ、当日も朝8時半ごろ鳴き声が聞こえたため、付近を探して発見したということです。4匹とも生後2、3日で、へその緒がついたままでした。衰弱した様子だったということです。保護したレスキュー&ガード長崎の保健所の命を救う会の浦川辰徳さんは、猫がゴミ袋に入れて捨てられていたことは何度かあったが、ゴミと一緒に捨てられていたのは初めてと話します。普通のゴミと一緒に入れて捨ててあるっていうのは正直ないですね。一日中ですね、24時間は最低でも入ってたっていうことになりますね。袋がもう行った時もピーピー泣いてて、多分かなりお腹が減ってたんじゃないかなと。捨てる選択じゃなくてですね、できるだけ里親を探していただいて、産まないようにですね、避妊去勢手術をして、これ以上産まないようにしていただきたいなと思ってます。4匹は保護した後すぐにミルクを与えて体力の回復を試みましたが、1匹は発見した日の午後に死んでしまいました。神経がわからないですね。そういうことをする神経がちょっと、今日明日ぐらいにはもうなくなってたんじゃないかなと思います。見つからなかったらですね、そのまま。一応もうミルクも与えたんで、一応今のところはだいぶ落ち着いたと思います。せめてどこかにその保護してくれる方に頼むとかした方がいいと思いますけどね。普通にミルクボランティアが一定期間飼育し里親を探す方針でしたが、発見当日の夜もう一匹も死に、翌日昨日14日月曜日の夕方と夜にも残る2匹、4匹すべてが死んでしまったということです。今年はコロナの影響なのか、犬猫を最初に飼う人っていうのが増えているのと、手放す方も多いし捨てる人も多いみたいですね。私たちに依頼される件数が例年の5倍ぐらいになってます。毎日10件とか15件ですね。今先月は1000匹以上の保護依頼がかかってきてますね。私たちが毎月2回ですね、里親探し会を開催してますので、そこに連れてきていただいてですね、一緒に里親を探すお手伝いはできるので、そういった形でですね、捨てないできちんとした次の家庭を見つけてあげてほしいですね。大浦署が動物愛護法違反の疑いで捜査しています。